皆さん、何やらか見てくださってありがとうございます。今日はですね、ニューメイクさんに行きたいと思います。この間作ってた続きを作りたいと思いますので、もう一度行ってみましょう。今日はこれを作らせていただけるということで、これを土台にポケットをつけたりとかアレンジをしていくって感じですよね。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。テントとか、はい、今日はポーチを作るということなので。あ、これも可愛い。うん、ありがとうございます。で、どうしよう。これもいいな。あ、これが裏がメタルと。迷いますね。悩んじゃいますよね。悩む。めっちゃ可愛いの作りたい。一番難しいところですよね、最初のくじ選び。そうですよね、やっぱりここで決まりますもんね、可愛さが。じゃあこれでいきます、はい、これはポッケで決まった生地選び、はい、ありがとうございます。かわいい、このチョコペン。一旦切っちゃおう。なんかいろんな便利そうなものが。あ、そうします。あ、大丈夫です。今ですね、型紙に合わせてポーチの土台となる布が切り終わりました。こんな感じ。これに合わせてポケットを作りたいと思うんですが、この素材の裏側のメタリックなところがすごくこういう風に合いそうなので、このポケット部分を切っていきたいと思います。なんかこれイカシな感じがいいな。だからこう飛び出ていっか。飛び出ていいですか。ここ使いたくて。あ、これを使いたい。どうしたらいいか。じゃあ巻き込んでた方がいい。やっぱりこっち側で。あ、そうですね。で、ここ残しておいた方がいいかもしれないです。ここが内側に袋としてこういう感じで入っちゃうので、うん、はい、それではポケット部分はですね、切り終わりました。はい、今待ち針を打ちました。糸の色なんですけど、黄色と紺色を持ってきたんです。ありがとうございます。ちょっと見てもいいですか。私も、はい、これやりたかった、この作業。あ、これどうかしてる気もする。そっか、紺でいいですね。ちょっと商業用ミシンを初めて触るので、頑張って糸を通していきたいと思います。あ、こっちになるんだ。かけてもらって、はい、でこの三つ穴の一番端の上から通してください。はい、上から、はい、右から左に。右から左。この糸の上の三角にかけて、最後前から後ろに、はい、出ました。こうやって持ってここに入れて、でここから出す。そうです。でもう一回こっち側に持ってきて、はい、こっちに持ってきて、はい、あ、これで糸が通りました。あ、うん、ありがとうございます。はい、これで、はい、ありがとうございます。あ、これどうしてない。あ、すみません、ありがとうございます。ポケット部分を縫っていきたいと思います。なんかずしんとしてる気がする。お家のあるやつよりぐいぐいやってる感じが。はい、今ポケット部分が縫い終わりました。で、この位置がもう決まったので、これの形に切りたいと思います。今日はですね、この間を縫い合わせる途中のところまで行きました。これが最終的にはこういう風につながって、紐を通すところができて、なかなかいい感じじゃないでしょうか。こういうちょっとしっかりめのポッケットが
かつきますね。それではまた後日完成させたいと思いますのでお楽しみに。お邪魔します。はい、ここでまた作っていきたいと思います。ちなみに今日はですね、ここで作られたお洋服着て今日はミシンをやっていきたいと思います。前回ポーチを作ってたんですけど、こんな感じでこれがこうなって、ここがポケットになってて、上をキュッとやる、こうやってキュッとやる。今日はですね、この続きを作っていきたいと思います。それではこれから続きを作っていきたいと思います。ここを縫い合わせていくんですが、はい、はい、ここまで縫いました。アイロンで折り目をつけてからやるんですけど、この生地自体がアイロンで折り目がつきづらいので、手でなんか先にここでもう縫っちゃってもいいかなっていうのは、じゃあちょっとそうやって、はい、ありがとうございます。はい、この字型に、この字型に入り口を作りました。はい、紐を通すところが縫えました。あと一歩というところですね。紐を通す前にマンさんの刺繍の、あ、そうだった、ワッペン、それではこのワッペンをつけて紐を通して完成なので、これをつけていきたいと思います。縫い終わりました。それでは紐を通していきましょう。グレーにしましょう。通りました。こちらをポーチ完成しました。こんな感じ。後ろはこんな、ここがポッケになっていて、こうやって締めます。できた。いいですね、愛着湧きますね。リップとか日焼け止めとかも、なんか文庫本とかカバンの中結構物が多いんで、そのまま入れるとぐちゃぐちゃになっちゃうから、すごいいいサイズな気がする。あ、あとさ、これスイッチも入るんじゃない？このくらいだった気がするもん。このワッペンはですね、私が SDGs People になった時にウィズニュースでコラボで描いた SDG 子ちゃんというキャラクターです。体が地球の柄になっていて、これからみんなと一緒に SDGs を知っていくっていうキャラクター。漫画もあるので、それで皆さん SDGs のことを知れます。いやー、なんかめちゃくちゃ嬉しい、完成したっていうのですごく実用的だし、テントの生地を再利用してアップサイクルしたんですけど、丈夫だから何入れても安心ですよね。だからなんかそういうのもあるし、すごくいいものができたと思う。楽しかった。ニューメイクさんとブラザーミセイさんのコラボでアップサイクルをやられているんですが、誰でも参加できるラボとなっていますので、ぜひ興味のある方は参加しましょう。こういうお裁縫がやったことないっていう方でも、作り方とかも動画で見られるので、興味があれば誰でも受け付けているということなので、一緒にお裁縫しましょう。ノンヤロが見てくださってありがとうございます。面白いなと思った方は高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。これからも配信していくのでチェックしてね。